このスバ。あなたたち、一体何を言ってるの？ゴミに対して、お礼？相手はゴミじゃなくてカズマだから。アクセルハーツが優勝できたのはやっぱりカズマさんのおかげですし、感謝の気持ちを伝えたいんです。何をしてあげれば喜んでくれるか考えてるんだけど、なかなか思いつかなくてね。肉はどうだ？ミーアはそれが一番嬉しいぞ。あら、素敵な考えね。美味しいものを食べたらみんな笑顔になるもの。確かに一理あるが、手料理でも作ってみるか。けど料理なら僕たちよりカズマさんの方が得意なんじゃ。料理スキルだって持ってるし。他に何かいい案はないの？そうね、カズマくんが喜びそうなこと。膝枕かしら。そうだ、カズマはエイミーの膝枕大好きみたいなんだぞ。なんでかわかんねえけど、鼻の下がピョーンって伸びるんだ。なまら面白い顔だから笑えるんだぞ。え、膝枕？そんなの絶対無理です。確かにシエロに膝枕をさせるのは危険だな。膝枕とか手料理とか、あなたたちちょっと難しく考えすぎじゃないかしら。いい？あの男は欲望に忠実なゴミなの。現金をそのままポンと渡してやれば大喜びするわ。現金ですか。そういえばさっきもカズマはお金のためにクエストに出かけると言ってたね。確かに単純すぎて盲点だったわ。ありがとうメリッサ、参考にするわね。まあ私に答えられることがあれば何でも聞いてちょうだい。ただし貴重な情報提供はお金を取るからそのつもりでね。カズマの情報は全然貴重じゃないってことね。ほう。ねえねえモフモフちゃん、私真摯にリアたちの相談に乗ったから疲れちゃったわ。なんだ、ニヤニヤしながら近寄ってくるのはやめろ。ああ、もうそんな意地悪言わないで、私に癒しを。ぬが、耳を触るな。ああ、嫌がる姿もかわいい。ほらほら、ミーアちゃん、もっとモフモフさせてよ。嫌だ、やめろよ。あの、メリッサさん、ミーアちゃんも嫌がってることだし、その辺で。やだやだ、やめろ。でも、不謹慎だけど、嫌がるミーアちゃんも可愛い。やった、メリッサはしばらくミーアに近づくな。もう大変そうだな、メリッサみたいなファンがいて。僕たちのファン、優しい人ばかりでよかった。けど結局決定的な案は思いつかなかったわね。現金をあげるなんてさすがになんだか生々しいし。そうだな、何をプレゼントすればカズマは一番喜んでくれるんだろう。これだけ考えてくれる人がいるなんてカズマは幸せ者よね。カズマのこと意地でも大喜びさせてやるんだから。ん？あれは最近巷で噂の踊り子ちゃんたち？おお、これはチャンスだわ。加入をしてアクシズ教の広告塔になってもらいましょう。こんにちは、アクセルハーツの皆さん。そうだよね、大事なことだよね。こういう時こそはっきりと正直な気持ちを伝えないと。
そうだな。中途半端はもうこれっきりにしよう。けじめをつけるんだ。カズマのやつ、もしかしたら泣いちゃうかもね。何やら真剣な雰囲気ね。もうこれっきり、けじめをつける、そして泣かせるって、まさか。このスマ